リラは、ブルガリア西部の町、及び、それを中心とした、基礎自治体、キュステンリル州に属する、ユネスコの世界遺産であるリラ修道院がある。リラ修道院かつては古代にリシア人や古代、ローマ人が居住しており、スポルテラ、ドリゲラなどの故障で呼ばれていた。14世紀、リラの村は、リラ修道院の所有となり、イヴァンシュシュマンによってドリスカと呼ばれた。後に、 オスマン帝国の支配下となり、1576年のオスマン帝国の朝税書の文書では入り入れとして記されている。リラの町はリラ山脈の麓の山岳地帯にあり、リラ修道院から 20km、トゥプニツァから 34km、キュステンディジュから 65km である。リラ自治体の域内には 2000m を超える複数の峰があり、リレツ、ヨシフィサ、カナラタ、 ズリアザプ、カリン、エレニンブルフ、サレフブルフなどがある。また域内には28の湖もある。この地域は中世のブルガリア正教会の聖堂や修道院が多く集まる。リラ基礎自治体にはその中心であるリラをはじめ以下の町村が存在している。ありがとうございます。